それでは内積の後編の解説を始めましょう。はい。それでは、正規化と直行射影ということで、お話をしていきます。まず、正規化なんですけれども、C をスカラー、ー V をベクトルとしたときに、C 倍の V、スカラ倍の V ですね。スカラ倍の下もの,の長さ、大きさは、C の絶対値倍されるということですね。もともとの V の長さの C の絶対値倍であるということですね。 まあ特にですね、これを使うと、まあ、この証明は簡単ですね。CV と CV っていうのを計算すると、えっと、前の方のこれが C はそのまま出てきて、後ろの方の C は C バーで出てきますから、で、こうですね。で、これが CV の2乗と。ということで、両辺のまあルートを取ると、正の数ですので、こういう等式が成り立つと。 で、従ってですね、a の長さであらかじめ a を割っておくと、というか、a の長さ分の1倍しておくと、この a ちょろんというやつの長さは当然1になりますね。長さを1にすることができます。で、このように長さを1にしたベクトルのことを a の正規化というふうに言います。まあ、例えば、実の場合だと、11だとルート2分の 1, 1、11というふうにすることを、こうですね、11を正規化する。長さを1にすると。まあ、こういうことに。 V の長さ1ならば、もちろん正規化はそれ自身ですし、例えば V の長さがルート3分のルート7であれば、正規化はルート7分のルート 3V と。まあ、これ、そういうふうに言われると確かにそうなんですけれども、よくあの時々間違いがあるのは、このルート3分のルート7なんで、長さを1にしなさいっていうと、ルート3分のルート 7V としちゃうと。 まあこの場合だとルート7分のルート 3V とする人は多いんですけども、これが長さが例えばルート7分のルート3だったとすると、正規化するときにこれは多分一より小さいからでしょうね。正規化するときにルート7分のルート3倍しちゃうっていうケースがまあ多項式の問題とかでよくあるんですけども、それ注意してください。必ず逆数,逆数をかけるということですね。逆数をかけないと長さ1になりませんということですで。次にもう一つは直行射影ですね。直行射影。 まあとで正射 A という言葉でも言いますけれども、ここではですね、あの2つのベクトルに対して、B というベクトルからですね A というベクトルの方向に、まあ、垂直に影を落とすということで、まあ、直行射 A というわけですけれども、まあ、これはあのこの B ダッシュですね、この B ダッシュ、えっと、こう、下ろしたこの影を B から引いたこの差、差分ですね、差ですね、この差のベクトルが A と直行すると、こういうことになります。 はい、これはまだから直垂直に影を落としたという意味ですね、はいまああの影。影っていうのはもちろん A の方向の T 倍の A の形してるわけですけども B とのこの差が A と直交するとこういうことですね、はいで。今言ったことをそのまま式に表すとこういうふうになります。えっと、B との差、B、A のスカラ倍なんだけどもそれ B と引いたものが A と直交しますよと直交するっていうのはもちろん内積はゼロということなんでこうなります。 で、これを線形性を使ってばらすと、B の A 引く T 倍の AA ですから、T 倍の AA イコール BA という等式になります。で、これを T について解くと、まあ、このような形になるので、B' というのは B 引くこの AA 分の BA ということになるんですね。そうすると、この B' はあ A と直交しているということになります。で、えっと、A と B が直交しているときは、えー、三平方の定理成り立つということですね。 ま、直行している A と B とこう直行していると、A と B と直行しているときは、この A たす B の長さの2乗は、A の長さの2乗と B の長さの2乗の場であると。まあ、これはもう簡単に証明できるので、まあ、ここではちょっと、後でま、やりますけども、まあ、いいですね。これ、とりあえず主張だけ述べていきます。で、それからこれは、あの、公式手話の不等式、もしくは手話の不等式と言われるものですが、AB の内積の絶対値は、 A の,の A の長さと B の長さの積以下であると。こういうことですね。はいまあ、これ、高校の内積の場合は、AB の内積がそもそも A の長さ ×B の長さ× c o s ターでしたので、コサインシーターの絶対値が1以下であるということから、まあ、あの当たり前なんですけども、今の場合は内積をそういうふうに基下的に定義していないので、逆にまあ一般に内積というものを定義すると、必ずこういうふうになりますよということが言えると。まあ、こういうことですね。 だから逆にここからですね、実はそのコサインシータとかシータが定義できるという話になります。それから最後に三角不等式ですね。三角形あったらですね、えっと、A と B とこう2つ、あの直角とは限らない三角形こうあったらですね、この第三辺の長さは2辺の長さの和以下であるという、まあ、三角不等式と言われる三角形の成立条件の不等式ですね。まあ、これがあの普通、一般にこの内積の定まったベクトル空間における長さについても まあ成り立つとということですねこれ一般論として言えるとこういうことですはい、えっと、それではですね正規化と直行者への例題をやっていきましょうまず一番ですけども多項式のナスベクトル空間において内積をマイナス1から1の積分でこう定めるときに次のベクトルを正規化しなさいとこういうも題ですねはいそれではちょっとやってみてください それではやっていきましょう。1番はですね、1の長さはこれ、1じゃないということに注意してください。あのついついね、1の積分だから1っていうふうにしてやってしましているんですけども、区間の幅が1だったら1の積分は1なんですけども、当然これあの、マイナス1から1ですから、この面積は2になるわけですね。ですから、1の2乗は2になります。ということで、1の長さっていうのはルート2ということですね。 まあなんかちょっと見た目違和感ありますけども、これあくまで1というのは多項式のナスベクトル空間の弦としての1の内積をこれに入れた時の長さですから、まあこういうもんなわけですね。はい。ということで正規化はルート2分の1ということになります。で、2番ですけども、2番も x の長さの2乗は x×x の積分ですから3分の2ということになるわけですね。で、正規化は これの長さ、えっと、ルート3分の2ですからル、ルート全体の3分の2ですね。ですから、これの逆数とって、ルート2分の 3x と、まあ2分のルート 6x、どちらでもいいですね。はい、ということになります。で、最後3番ですけども、3番もこれ1たす x の2乗っていうのを2乗すると、まあ、1たす 2x、2乗たす x の4乗ということで、2たす3分の4たす5分の2ということで、全部足すと15分の56ですかね。 はい、でこれを正規化するっていうことはこれのまあルートの逆数をかければいいので2ルート14分のルート15倍の1 x 上ということになります、まあ、一応有利化しとくと28分のルート210という感じになるわけですねはいであのいつものようにですねこの正規化をしたこの時にですね大体こう分数がルートの分数が出てくるんですけども、まあ、こうやって有利化する必要は別に特にありませんので はいまあ、無理に有利化する必要はありません。まあ、このまま、ルート2ルート14のルート15のままでいいかと思います。はい、それでは、正規化と直行車い例題2をやりましょう。次の書く場合に A の B 方向への直行車椅を求めようと。まあ、先ほどやりましたように、この A を今度は B 方向へ直行車いですね。先ほどちょっと記号が逆なんで、こう記号が逆とかで混乱しないようにしてくださいね。あの図を書けば一発で分かりますので、A の B 方向の直行車いですから、こういうことですね。 だから t 倍の b で a から tb 引いた何か a' が b と直行してますというような t を求めればよろしいとこういうことですね。はい。ということで1番、2番、3次の数ベクトルと内積を0、1で入れたときの多項式の空間と,と2つの番でやってみてください。それではやっていきましょう。 1>, 1番は、あまあ、あの状況内積であれば自然に公式になることになりますけれども、先ほども言ったようにですね、あのな,んかえっと、なんか公式で覚えたりすると、なえっと、分母が A, A だけ、AB だけとかなん、そういうことになりますけれども、そういうことをせ,せずにですね、普通にあの図を書いて、今、B 方向ですから、こういうふうに書いて、T 倍の B を引,く引いたものが直行するというふうに条件を書けば、まあ、公式ができますよと、こうっいったよわけですね。 はい、で今、直行者影 t b は A-TBB イコール0となる、b、T を求めれば良いので、まあ、これ、ここからすぐにですね、TAB-T 倍の BB と出ますから、これが0ですから、まあ、イコール0ということで、イコールということで、BB 分の AB とすぐ分かるので、まあ、それを計算すればよろしいと。ということで、直行者影はこれですよと。まあ、これは直行者影ですね。A-TB とした方は、これは、あの B に直行してる方のやつなんで、まあ、影の方じゃない。これ、影の方を求めてくださいと。こういうことですね。はい。それから、まあ、検算ですね。一応、検算として、A、A-TB を計算すると、これは、あの、B との内積は0となって、正しいことが一応分かると。こういうことですね。はい。はい。2番ですね。えー、同様にして T をこの式で、まあ、一旦この式を求めてしまえば、これをそのまま安直に計算すればいいので、 えっと、bb っていうのは x 以上の積分で3分の1。ab っていうのは x の積分で2分の1ということで、2分の3ですね。ということで、直行者影は2分の 3x ですよと。で、一応、計算すると a、a く tb っていうのは、これ、あの2、2く 3x の2分の1ですね。ですから、まあ、2倍は別にスカラ倍はどうでもいいので、スカラ倍した、これと x とかけて、内積とって計算すると、ちゃんと、まあ1、1く1で0になって、直行しておるということがわかりますよと。これですね。 はいそれではもう一つ例題をやっていきましょう三平方の定理を証明せよということで、えー、これはまあ簡単に証明できるので、まあ、ちゃちゃっとちょっとやってみてください、まあ、この左辺を展開して、えーまあ、内積の性質を使って展開するということですね、はいまあ、ちょっとまあ簡単にやってみてください <music> それではやっていきましょう、はい、AB を0というふうにするわけですね直行してますからね で、えっと、AB が0ということは、つまり BA も0なんですよね。まあ、あの、入れ替えると複素協約になるかもしれんけども、0の複素協約は0ですから、どっちにしろ、まあ、あの、どっち、AB=0 でも BA=0 でも一緒なんですよね。はい。ということで、まあ、あの、複素であろうが、実であろうが、まあ、AB、BA もに0ということが言えますと。で、A たす B の絶対値の二乗は定義によって、A たす B と A たす B の内積ですから、これを、えー、その、線形性というか、まあ、あれを使って、ば、え、ら、ー、してやると、こう、4つの項になると。まあ、これは、前も 出てきましたよね。で、これを、えっとまあ、ここの最初と最後の項はこういう,うになりますということで、残りの項なんだけども、これは今こうやったこと、ロということですからあ、ゼロになるんですね。ということで消えますと。ということで、おしまいとかったですね。はい。それではもう一つ例題ですね。これはシュワルツの不等式の証明をやってみましょうということで、えっと、これはですね、あの三平方の定理を、この b と ta と b-ta とあ、つまりこう、 えっとこの場合なんですかね、A 方向とこう B 方向こうあってですね、こういうやつですね、B があって、まあ、これ一応 A なんですけど、これ TA ですね。これ直行していますと。そと、これ B-TA、TA、これ B' ですね、B。B-TA、B' と、これが直角三角形になると、この直角三角形にですね、三平方の定理を適用しなさいと。つまり B の長さの2乗は TA の長さの2乗と B' の長さの2乗と等しいという式を変えてくださいと。 それを書くとですねおの、まあ、ずとこの不等式が得られますよっていうですねはい、まあ、このヒントを使ってですねちょっと自分で証明をやってみてください、はい、一応統合の成立がまあ AB は一時従属という時に限るっていうのもあるんですけど、まあ、それも、まあ、あの一応確認してみてください、はい、それではやっていきましょう はいまあ、まずあの、A が0のときだけはちょっと例外なので、の A が0のときは人名なので A のと0としますと。A が0のときはもう AB は一時従属になりますので、まあ、統合持ちを成立していますし、まあ、あのその場合は一応あの OK ということですねで、えっと。A が0でないと仮定して、えっと、やっていきましょう。まあ、B と TA、B-TA に最表の定理を、まあ、ヒントにあるに適用すると、こういう式が出てきますね。でつまり、これは、えっと、B と B とそれから ta と、それから b 引く ta と、こうですね。で、えー、っと、この b の長さの2乗が ta の長さここの長さ以上であると、こういうことが出てきます。はい。まあ、ここの b 引く ta が、要するに0の場合が一番、ま、ここ最小なわけですけども、まあ、これが、あの、えー、っと、0でなければ、こう、真に大きいわけですけども、まあ、とりあえずゼロ ta のゼ長さ以上であるってことは確かですね。はい。ということで、えー、っと、この不等式が成り立ちますと。で、この、 いいですね、これ t の長, t 倍の A の長さ二乗ですから t の絶対値の二乗が出てくるんですけどもあの両辺、まあ、正ですから正の数ですから、まあ、ルートを取ってこういう不等式が出てきますとでこの不等式にこの t にですねこれをまあ代入するわけですね放り込むわけですねそうすると、えっとまあ、もちろんこれ統合はあのここのところはちょうどゼロの時に限るということは一応ですねこれまさしく一時従属ということですねはい、まあ、ほんで統合はですねあの B T まあまあ、こういう時に成り立つんですけども、この t イコール、これを代入するとですね、はい、えっと、分母払うと、払うと、え、これ a の長さの二乗ですから、ここは二乗かかってきて、ほんで、えっと、ba の a と。で、これ一個約分できて、これの絶対値が a の長さ、b の長さの積以下と。まあ、こう出てくる。これで終わりですね。はい。ということなんで、これでまあ、もう、ちゃちゃっと出てきて,きてしまいました。 ということでこの不等式が成り立って統合成立は何やったかというと A が0のときと A が0でなくて B イコール TA のときとこれはもちろん T が0のときは B が0も含んでますからまあ結局あの AB が一時従属というのを全部尽くしていることがわかりますねはいでもちろん AB が一時従属であればあのまあこれが統合成立するというのはすぐわかるのでこれは要するにあの必要十分であると統合成立が AB が一時従属であるために必要十分になっているということがわかりますということでまあこの証明が完了しましたと ね、K がまあ実数の場合はです、ね、あのこういうふうにして、えー、この事実からです、ね、AB, の流す AB の内積が A の長さ、B の長さ、cosθ となるような θ が存在するので、まあ、これを逆にあのし角度、なす角度の定義にできると。そうするとです、ね、中小ベクトル空間、内積に入った中小的なベクトル空間においてもない、角度の定義ができますと。で複数の場合もですね、あのまあ えっと、一番簡単な安直なのは、ここの AB のところを内積を絶対値とって、コサインシートを定義するという方法もあるんですけども、さらに、まあ、複素数の角度で定義するというのもあります。まあ、それはまあちょっと話がややこしくなるので、一応これも前に出てきたやつと同じようなものなんですけども、あの、こうに、えっと、長さから内積を復元するっていう話ですね。あれと一緒に、あの一,緒のこと一緒に書いたんですけども、こ、ま、れ、あ、にまあちょっとそういうやつも書かれていますので、 まあ興味のある人は見てもらっていいですけど、まあ、ここまであのこだわる必要は、複数の場合の角度とかでこだわる必要は、今のところあんまりないと思うので、一応まあこういうこともできますと。まあ、実数の場合はまあ明らかにこうやって、こうやって角度が定義できますということですね。はい。それでは一応これで例題最後だと思いますけども、三角不等式の証明ということで、えー、三角不等式を示せというものですね。はい。まあ、はい。三角不等式を証明せよと。こういうことですね。はい。これちょっとまあやってみてください。 ははいそれではやっていきましょうまず A+B すの、Z、大きさの2乗っていうのはこのように展開できますね。はいでこの AB の内積と BA の内積の和というこの部分なんですけれども BA の内積っていうのは AB の内積の複素協約ですからある複素数と複素数の複素協約を足すとそのリアルパート実部ですね x 足す iy と x 引く iy ですね。これを足すと 2x つまり x はリアルパートですから、リアルパートを2倍と、2倍の実部が出てくるということになります。で、リアルパート ab っていうのは、この ab の絶対値以下ですね。x 足す iy のこの x っていうのは、まあ、これあの、当然のことながら、x 足す iy の絶対値、これ x 二乗足す y 二乗のルートですね。まあ、これ以下ですよね。はい。で、あの、 まあ今の絶対値ついてないんですけども、まあ、こう絶対値つけてもこれが成り立ちますから、当然、x っていうのはこうなりますので、この不等式成り立ちますと。はい。ということですね。あ、ここに書いてますね。こうですね。はい。ということで、えー、っと、これはですね、この手話列の不等式によって、この ab の内積の絶対値は、a の大きさ、b の大きさの積以下であるということが分かってますから、こういうふうになりますと。で、これは、まあ,あ、平方完成で,かできますから、こういうふうになりますから、えー ここれのがこれのの乗乗がで両辺の、まあまあ、正の数ですから両辺のルートを取ってやると正面、まあ、が終わると。ということで内積の解説を終わります。 Thank <laughs> you.